これはデモ音声です。写真拡大 SMBC 日本シリーズ2021は23日、東京ドームで第3戦が行われ、ヤクルトがオリックスに5対4と逆転勝ちして2連勝を飾り、対戦成績を2勝1敗とした。これはデモ音声です。石山の好投がヤクルトに勝利を呼び込んだ。これはデモ音声です。打者をどう打ち取るかだけを考えた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。3対4の7回に四万塁のピンチに、4番手でマウンドに上がり、ジョーンズを空振り三振に仕留めた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。チームが直後に逆転すると、8回は三者凡退に抑えて、相手の反撃ムードを断ち切った。株式会社 AI によるデモ音声です。今季は調子が上がらず、抑えから中継ぎへと配置転換され、苦しい時期もあった。これはデモ音声です。日本シリーズの大事な場面で起用され、息に感じた。株式会社 AI によるデモ音声です。シーズン中、助けられてばかりだったので、抑えられてよかったと。